これ映してるの実は天井なんですよ。おお。今回案件としてご紹介させていただくのがこの超小型プロジェクター壁にプロ。こうして見ていただくと超小型なのがよりよくわかります。もはやこれハンバーガーサイズなわけなんですが、携帯、財布に続いてプロジェクターもポケットに入れて携帯できる時代。わあ、すごい。ベッドに寝っ転がりながらこれ、いやもうこんなの発明されちゃったらもう一生ベッドから出れなくなりますけれども。そう、このプロジェクター、特にスクリーン等がなくても自宅のそこら辺の壁とかにこう画面を投影することができるわけなんですよ。 YouTube、 それから Amazon プライム、 Netflix なんかもこのようにして入っていますので、ボタン一つで起動してサクッとそういった動画を見ることができる、結構万能なプロジェクターなわけなんですね。映し出される面積が大きいので鉄道の映像もね、結構ダイナミックに見ることができます。またこの動画の後半で詳しい商品の紹介ありますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは本編どうぞ。僕は京成沿線に住んでるわけではないので、やっぱこの京成線内に京急の赤い電車が走っているというとちょっとやっぱり違和感が拭えませんが、はいはい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。本日来ているのはここ京成線の青戸駅。さあ、そして皆さん、大体の鉄道路線っていうのは複線、つまりは、ここでお見せしている通り下り線と上り線が1本ずつ、線路2本の方式が取られている路線が多いと思うんですが、今回向かう路線はですね、一見すると線路2本複線みたいなんですが、ただただの複線ではなくてですね、かなり不思議な走り方をする路線というのがこの先に存在をするみたいなんです。なので今回はその路線に行って、その秘密を暴いていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。コロナの人数がだんだん減ってきたんで、スカイライナーも一時期は減便ですごい本数少なかったですけれども、かなり本数が戻ってきてますね。だいたいもう1時間に3本ぐらい運転されてるんじゃないですかね。さあ、青戸駅からこちらの下り列車に乗車をして、さらに京成高砂方面、下り方面に向かっていきたいと思います。ほら、こんな感じで下り線と上り線2本でこれ複線が構成されているわけなんですが、これから向かう路線はですね、とある複雑な事情によってですね、一見するとまあどう見ても誰がどう見ても明らかに複線なんですが、ただ複線ではない別の走行方式が用いられている、そんな路線になります。ではでは、まずここ京成が誇る複複線区間聞きました。先ほどの青戸駅の方がですね、実はミルフィーユのような構造をしておりまして、上り下りの線路がこう2層になって、でそれが今平面で出てきたっていう感じですね。みんな仲良くこう中川を渡りまして、この京成高砂から青戸のわずか本当1キロちょっとの区間が多分京成線の中で唯一の複複線区間、線路4本の区間ですね。東部とか西部とか、大手私鉄だと複複線区間って結構最近多くなってきましたけど、京成はやっぱりこのいろいろアクセス線だったりとか、それから本線の方から来た列車なんかがこうたくさん行き交うこの2駅の間のみということになっております。おお、そしてこれ蛇腹のようにね、車体をくねくねとさせながらこちらに入ってくる列車。実はこの正面にはですね、ご存知の方多いと思いますが、高砂検車区っていう京成のバカでかい車両基地があるわけです。こういう風にして線路が阿弥陀くじのように重なり合う奥、今電車が走行していきましたけれども、この京成の車両の奥の方にあるのが高砂の検車区、あっちの方が車両基地になっているので、この高砂始発の列車だったりとか回送列車なんかがここからどんどんと左奥の方に入港していくわけですね。なのでここから高砂の方に出てくる列車っていうのはこのポイントをかいくぐってくねくねと芋虫みたいな感じでこちら側の方にやってくるわけですね。スカイライナーも一度転線をして外側の線路へ。さあ、ちょっと話が脱線してしまいましたが、ここ京成高砂で下車をします。上の押上方面、さっき乗ってきた改札がこっちの方ですね。そして直線上の方にこれもう一個これ改札があるわけですね。一体これはどんな路線なのか。向こうの京成本線の方は結構慌ただしい雰囲気漂ってますけど、この金町線のホームに来た瞬間ね、こう落ち着きをこう取り戻すような感じがするんですね。この駅も、今でこそ一面一線になりましたが、かつて2010年くらいまでは下の京成本線と同じく地上を走っていて、それが、とりあえずこの金町線だけ立体交差されたといった形。
そう、今回の動画のメインテーマになるのがこちら京成金松線。さっきの京成高砂駅、あの地上のホームと比べるとこちら側の方は高架になっているわけですね。高いところを走ります。時刻表を見ていただきますと15分に1本間隔という、何とも言えない本数で走っております。ちょっとねこうラッシュの時間帯とかは増えていますけれども、日中15分に1本だとちょっと待ってしまうんで、人によってはちょっと不便を感じる人もいるかもしれませんが、こちらの金松線、全身アルミホイルで梱包されたかのような電車がやってきました。金松線のホームの隙間からはちょろっとこういう風に本線が見えるんですけれども、このおびただしい数の線路ね、ぴったりこう4本右奥の方からこのカーブを描いて伸びてくるのが見えます。もともとは金松線もあのこの本線と同じく地上の方から出発をしていたんですが、それが高架化されて現在ではこの高いホームにこう駅が設置されておりまして、下の本線とは基本的には直通運転を行っておらず、単独にこうエンドレスでシャトルランするようなそんな路線になっているわけです。金松線を支えるアルミホイル列車、これ3500系って言うんですけど、確かこの車両もですねデビューしたの1972年とからしくてですね、もうとんでもない古い車両がもう何食わぬ顔で定期列車として走っているんですよ。これがね私鉄のすごいところですよね。 JR じゃもう考えられない、もう1970年代になってもう全然今旅客列車で入ってませんけど、そういった列車が何食わぬ顔で走ってるのが面白いところですね。さあここから京成金松線は出発をしまして、その文字通り常磐線の金松駅までを結ぶたった3つの駅しかない短い路線なんですが、こう下の方を見ていただきますとずっとこれ地上に降りてくる際に何やらこれ本線の方から伸びてきた線路とここで合流をするわけですね。そして正面見ていただきますとこのようにして線路は合計で2本、この2本がずっとこの正面の方にある一つ目の停車駅柴又駅の方まで続いているというわけなんです。これだけ見てみますとあのどっからどう見ても普通の上り下りの伏線、この左側が金町方面行きで、で右側の線路の方がこれさっきの高砂方面行きに戻る列車が走る線路、誰もがこういう風に考えるんですが、この区間実は伏線ではなくあの単線並列区間になっているわけなんです。普通だったら上り下りで分けられているんですが、単線並列っていうのは1個の線路、あの1つの線路に上り下りの両方の列車が走ることができると、これを単線っていうんですけれども、その単線が2つ連なっている形を言うわけなんですね。さあそしてこの金松線の中間駅柴又駅に到着をしましたけれども、この区間この2つの路線があの伏線ではない理由としてはですね、これ柴又駅で必ず列車交換が行われるわけですよ。こうちゃんと金町方面行きの列車が到着した後に今度高砂行きが発車と、こういう風な感じですね。伏線だったらね上り下り両方線路があるんで、そんなあの上りとか対向列車とか関係なしに列車は出発をしていくというか、もはやあの停車せずすれ違ったりするんですが、そういった光景は行われておらず、絶対にこの駅で列車交換が行われる。でここで気になるのがさっき高架線を下る際に合流してきた線路、その線路は一体どうなっているのか、この高砂駅のこのね開かずの踏切で有名なんですけれどもね、この北側の車両基地の方を一旦観察をしていきましょう。こんな感じで人通りの多い踏切、もうすぐここに京成高砂駅の入り口があります。こうして駅の端っこから観察していきますと、この踏切が開かずの踏切と呼ばれる理由がよくわかります。もうこの踏切の近くではあちらこちらにもう立体交差をしろよと進めようぜというそういう看板がね書いてあるわけなんですけれども、都営浅草線の方に進む線路、それから京成本線上野の方に行く線路で、下りは本線の方に行く線路とスカイアクセス線、成田空港の方に直で行く路線、この4つがねこう伸びているわけなんです。
にしてもこの踏切ですね、ちゃんとこれあのカンカンカンとこう遮断機警報機が鳴り始めて、まずこれ車道側の踏切が閉まるわけですね。でその後に歩行者の方の踏切が閉まると、ちゃんとこの踏切の一応ね幅も考慮されているんでしょうね。これで自転車なんかでこう真ん中に入って挟まっちゃったりしたら、それもそれで抜けるの大変でしょうから。そして向こうの方にあるのがおびただしい線路と高砂原尺。今の時間帯確か午前中の10時とか11時ぐらいだった記憶がありますので、まあ処理用機中はまだすっからかになってますが、これからラッシュのピークの時間帯の運用を終えて車庫にどんどん入ってくる列車も増えることなんでしょう。そして本線とは別にこれ左側の線路だけ今ちょっとね隔離されているような感じで線路が配置されていました。そして地上線の上、このようにしてなんだかこう発射台のようなあのマシンガンのマガジンのような感じでこう左側の方にカーブしていくのが京成金松線。こうして見ていただくと金松線の方があの区間も短いし速度も遅いのにもかかわらず、こっちのね金松線の方が高規格でスピードが出そうな感じしてますけれども、実際はそんなことなく単線の短い路線となっているわけですね。ほらこんな感じで上は単線になっていて、高架線の方に入る線路は1本のみとなっているわけです。一旦これ反対側から見ていただきますと、左奥の方が京成高砂駅で、奥の方高架線伸びていて、奥の方が金町方面なわけなんですが、線路が地上から1本だけこれ金松線の方に左側の方にあの単線の線路が大きくカーブをしていくのがよくわかりますね。そして金町からの列車がやってきました。まあ車窓でもお見せした通り、この本線から分岐した線路はですね、この奥でこの上高架のこの高砂駅の方から来た線路と合流して線路が2つになっているわけなんです。さあ先ほどのあの京成高砂の大きい踏切から歩いてもすぐのところにあるんですけれども、さっき左側に見えていたこの線路、単線の線路だけこちら側の方に分岐をして、で実はこの単線の線路はずっと辿っていくとですね、こう上の方から来ているなんとこの京成金松線の線路と合流をしているわけなんです。そう、先ほどお見せした一見すると伏線のように見えている線路の正体は、片方、まあ、進行方向この右側の路線はこういう風にしてこの本線の方に実はつながっているわけですね。で旅客線、あの普通の一般のお客さんがあの乗車をする電車というのはこの上を通ってですね、京成金松線の あの高架化されたホームの方に入っていくというわけなんです。そう、これ先ほども述べた通り、もともとはこの地上区間に線路が2本伸びていたと、多分今敷かれているこの線路の右側、今線路が5本ぐらいこう置かれてますけれども、その辺りにもう1本線路が伸ばされていて、右上の あの高架線、この京成金松線が高架化される前まではここ金松線は伏線だったわけですね。線路2本ここの地上にこう続いていて、で高砂駅の方まで続いていたと。その当時の高架化前までは伏線 でかつ上野駅の方、京成本線の方から金町行きのこの京成金松線に直通する列車もね運転をされていたらしいんですが、高架化に伴って、まあ、完全に本線は高架線の方単線になってしまったわけですね。この本線の方につながる線路はですね、基本的には向こうの後ろの方の高砂原尺、高砂の車両基地の方に入る際にあの回送列車が走る路線として使われるんですけれど もう見ていただくとね、これ線路がサビサビなわけですよ。電車が基本的にこう走ってる線路ってなんかこうサビが取れてですね、こう鉄がむき出しになってこうシルバーっぽく、まあ、銀っぽくねこう上がなっているんですけれども、まあ、ただですねこれ線路の上の方を見ていただきますと、ほらもうチョコレートみたいな色してるわけですね。全然電車走ってないんじゃないですかね、まあ、走ってるとしても本当に1日に数本とか、本線と比べたらね、この上の方の線路と比べたらもう全然こっちは数本程度しか1日に走っていないんでしょう。まあ、単純に言えばこれもともと地上線でこの路線は伏線だったのにもかかわらず1本高架化してで単線にしたということなので、時代の逆行という感じ。単線から伏線化は、ね、利用客が増えたら分かりますけれども、そうではなく伏線から単線というね、日本から1本に線路が2
2分の1になってしまった路線。この高架上の方が本線で、そして地上を走るさっき踏切になっていたところは完全にこれ回送線になっているわけなので、あの高砂の検車区に入る金松線の車両が通るときにだけ使われる。ではちょっといろいろと話飛んじゃいましたが、先ほどの柴又駅の映像に戻ります。実はこの柴又駅から高砂の方に向かう列車、上り列車はこの駅で奇妙な動きをするわけなんです。そしてご覧ください、これ映画男はつらいよのこの主人公寅さん、この寅さんの出身地こそがこの東京は柴又だったわけなんですね。なので駅を見てみますと、もう寅さんの看板だったりとか男はつらいよのポスターまみれになっているわけです。こう訪れたのが休日ということもありまして、ここたくさんのお客さんがですね、こう寅さんのポスター、男はつらいよのポスターの写真をね一生懸命撮影する姿がかなり見て取れました。さあそしてここから柴又駅で謎の動きをする列車観察をしていきましょう。これやってきたのが金町行きの列車、先ほども紹介した通りこの右の見えている右の線路こそが単線の金松線の本線ということになります。この左側の線路は回送線、車庫に伸びる回送線、本線の方につながっている線路ですね。そして先ほども述べた通り、この柴又駅で一応この区間は単線なので、絶対にねこう列車交換が行われるわけですね。こういう風に対向列車がやってきまして行き違いが行われます。多分日中はこの今あの柴又に止まっている2本で多分金松線の列車をやりくりしてるんでしょうね。基本この2本をこう両方運用させておいて、この柴又駅で行き違いをさせて日中は運行すると、もしかしたらラッシュの時間帯はもうちょっと本数が増えるのかもしれませんが、そう、そして問題となるのはこの高砂行きの列車ですね。この列車が柴又駅を出発しまして、この状況ですと回送線の方をずっとまっすぐ行くということになります。ただですね、ここでよく見ていただきますと、こうすぐ車両の手前側にこう渡り線が設けられているわけです。そしてここでくねっと点線、そうこれ一応右側が単線になっておりますんで、左側の線路ずっとまっすぐ行ったら今度地上の方に来てしまいますので、このようにして高砂方面に行く列車は絶対にこの渡り線、連絡線を通ってですね、右側の線路の方に向かっていくわけなんです。まあ、なのでこの左側の線路をそのままずっとまっすぐ行く列車っていうのは回送列車のみということになっているわけですね。でまたこれも余談になっちゃうんですが、この金松線ってその降格が完了してから本線とは分離してひたすらシャトルランを行うようになったんですが、ただですね、今年2022年の終夜運転、年末年始の運転に再びねこれ本線から金町に行く超珍しい列車っていうのがね運転をされたわけなんですよ。高架化されてから多分直通列車はほとんど運転されていないと思いますんで、それがそうであるのであれば11年ぶりのことになります。今高砂駅を出発して、このままであれば本線の方に行ってしまうんですが、ここでこういう風に転線をするわけですね。そして先ほどご紹介した踏切のある連絡線というか回送線の方にこの直通列車は入っていきまして、検車区の横、今まさに先ほどお見せした踏切付近をこのように通過していますけれども、かつて金松線の本線だったこの線路を伝っていって回送線を伝っていって上から降りてくる高架線、現在の本線と合流をして伏線っぽくなるわけですね。この京成金松線の歴史をよく知る方からすればかなり大きい出来事だったことでしょう。さあそして気になるのがこの柴又駅までの事情は分かりましたが、ここから先は一体どうなっているのかということですね。柴又を出発するとこれまで単線並列区間、伏線っぽい区間だったんですが、ここで合流をします。ここから柴又から金町の間は真の単線区間としてずっと終点の方まで続いているわけですね。この区間は高架化前、高架化後関係なくずっと単線だったわけです。高架化前あくまでも伏線だったのはさっきの高砂から柴又の間のみ。ここら辺はですね、こう両側をこう車が通る車道に囲まれて
で、その中をね、単線の線路が走るっていう結構珍しい光景を見ることができますね。あの大阪メトロの、あのなんだっけな、あの丸の内線と同じ赤色の、あ、御堂筋線とかも確かこんな感じで両方道路に囲まれて真ん中線路みたいな感じでしたけれども、この構図はなかなか見られないんじゃないですかね。金松線ぐらいだったような気がします。東京の下町柴又を走り切りますと、こう正面にはですね、こうもうすぐ直角に交わるかのように常磐線の金町駅がこのようにして立っているわけですね。終点の金町駅に到着。ここから先線路は続いておりません。この地域はあの昔から柴又帝釈天という寺院が、あのさっきの柴又にある関係で、昔から鉄道が通っていてですね、この金町から柴又の間はもうすでに1800年代には線路が敷設されており、人車鉄道っていう、あ、もう今じゃ全然聞けませんけど、人がちゃんと手で押して動かす鉄道がですね、運転をされていたらしいです。ということで本日は金町線についての動画でした。ありがとうございました。はい、というわけで皆さん本日も動画のご視聴ありがとうございました。で、今回案件をいただきましたのはこれプロジェクターなんですよね。手軽にポケットに入れて持ち運べるくらいの小型のプロジェクターになっております。壁に映像を投影して、でその場所で大きいスクリーンみたいな感じで映像を映すことができるっていう機械なわけなんですね。さあ、まず電源をつけるとですね、こんな感じに投影をされます。で、ここにあるですね、このつまみをこうキュルキュルと操作をすると、まあ、こんな感じでこうボケたりピントがあったりするわけで、ここでちゃんとこうピントを調節しますと。一応ね、ここでも操作をすることができるんですよ。この上のところでこういうふうにカーソルをこのようにして押して移動することができ、でこれすごいのがね、リモコンもついてるんですよ。リモコンでね、こう操作をすることが可能になる。ほら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 、こういうふうにここでこんな感じで操作すると、いかにもこうなんかパソコンのマウスポインターをこう動かしているような感じで操作をすることができるんで、これはね、めちゃくちゃ楽ですね。皆さんこれ分かりますか？これ映してるの実は天井なんですよ。おお、うちのチャンネルでも半年前ぐらいに上げた動画、あの中央本線をずっと東京から名古屋までこう東西に横断するみたいな動画ですけれども、ここすぐ下がベッドになってるんですけども、その下寝っ転がりながらね、こう映像を見ることができるっていうね、まさにこう重力に体を1ミリも逆らわずにこう映像を見るというね、最高なことをね、こう体験することができるわけなんですけれども。ちょっと立ちながらなんであれですけど、ほらわかりますかね、こう僕の上に僕の上にこうまるでね、パソコンのモニター画面があるかのようなね、感じなんですね。今まさにね、こう東京駅を出発してこれから名古屋に向かうぜっていうところですけれども、あのスマホ画面で見るよりもやっぱりもうこうサイズがでかいんでね、電車がこうダイナミックに走行するような感じが伝わってきます。でこれ、あの本当はちょっと斜めっぽくこう投影されているんで、あの天井に投影した場合は普通ぐじゃってこう長方形が崩れちゃうんですけれども、これ台形補正システムだっけな、そういうシステムが採用されてまして、この自動で、はい、これ自動で形をね補正してくれるわけですよ。これは便利ですよ。だからあのどんな角度であれ、少し電気とかこう障害物があのかかっていたとしても、こう難なくこの長方形のサイズでこの映像をね投影することができるらしいんですね。おお、万世橋駅を今通過してますよ。お茶の水駅付近ですけど、まあこれだったら全然趣味用でもいいでしょうし、あとはなんか会社とかのプレゼンとか何かこう企画を提案するときに使用するあのプロジェクターとしても全然持ち運びできるんで、リュックにスポーンって入れて、で会社持ってくみたいなこともできるんで、これはね結構便利だと思いますね。ほら、もう僕の体勢こんな感じなんですよ。これはね、ベッドから動けなくなりますね。この寝っ転がりながらずっと旅行の映像を見ることができる。まさにこう、脳内で旅行をして体は休息を取ることができるっていう、まさにこれ、一石二鳥、まさにこれ、一石二鳥をね、こう体験することができるというわけですね。最近だともっぱらテレビより、あの YouTube の方を見る時間が多くてですね、うちにも一応テレビはあるんですけれども、まあ、ただもう半ば放置状態みたいな感じで、スペースも取るんで、なかなかあんまテレビは置きたくないと、まあ、これは個人的な見解なんですけれども思っていて、まあ、プロジェクターであれば、まあ、テレビは見れないものの、Netflix とか YouTube のニュースなんかを見れるんで、パソコンよりも大画面で映すことができて、かつ、あのスペース、実物のスペースを取らないっていう点では、結構ね、これはありがたいです。
こんな感じで Wi-Fi をつなぐことによって、スマホとかパソコン経由しなくてもこのプロジェクターと Wi-Fi だけでこういうふうに映像を映し出すことができるわけですね。しかもこれもう Netflix だったりとか Amazon プライムだったりとかも内蔵されていますので、まあこれは別途サブスクの会員になる必要はあると思いますが、ここから見ることができると。そして側面こんな感じになってて、もちろんこれ充電しながらも OK ですし、充電終わったら内蔵のバッテリーでずっと稼働し続けることもできます。そしてこちらご覧いただきたいんですが、これ一見するとなんか携帯が2つ映ってるみたいな感じなんですが、実は右の映像はスクリーンに映し出している映像なわけなんですね。実はこれ携帯にこの専用のアプリをインストールすると、携帯の画像そのままこっちに投影することができるわけですね。なので YouTube だったりとかそういった動画を視聴する以外の目的、例えば書類を写したり何か他の人に共有する際などもこういうふうにスマホの画面をそのまま投影できるので、そのままスクリーンにそういった資料を写すことができますので、かなり、幅広い用途として使用することもできます。概要欄に詳しい商品のリンクがありますので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。